皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は中央線の E233系の未来の可能性を紹介しましょう。中央線の E233系ってもう決まっていることあったり、他には今後決まっていくかもしれない面白いことがいっぱいあります。このことについて皆さんに紹介していきましょう。まずはもう知っている方も多いかもしれませんが、グリーン車が E233系中央線に導入されることが決定しています。ちなみに公車用 E233系として使えますが、 E235系の山手線とか一部の総武快速線より後に作られる見込みですね。また中央線やっぱりまあ利用者数が多いことからか、まあ、乗降時間かかるということで、結果的にドアが両開きの2つドアに変更されました。一応こういう修正って実を言うと E217系から続いている2階建ての普通車グリーン車、このデザインというのを大きく変更したといいでしょう。一応 E233系扱いですが、全く新しい3000番台とは違うグリーン車ができますね。おそらく多分 Wi-Fi とかにも対応しますね。一応 E235系のグリーン車が Wi-Fi 使えますんで、まあ同じような感じで多分すると思います。一応2023年度までには運行されることが計画されてますからね。おそらく多分2024年は春頃でしょうか。この頃に多分登場すると推測できます。一応過去の常磐線とかも確かこの頃ぐらいに登場したんで、可能性としてはありえそうですね。この電車の運行区間の対象区間っていうのは、青梅線の青梅から立川と、中央本線の東京駅から大月駅までです。一応ボックスシートとかあったらビュー山梨号とか一部の電車は走ってますが、ビュー山梨号は215系の今後っていうのがちょっと不透明なんで、なんとも言えない状態ですし、あとは、準着席列車、例えば、いわゆるホームエラーですね。あれに近い感じで運行する感じです。ただ、普通車グリーン車っていうのは、おそらく中央線も多分、まあ他の湘南新宿ラインとか常磐線とか総武快速線とかそういった例と同じで、まあ多分自由席です。一応グリーン料金取ってくるんで、近郊区間の特別な割引があるとはいえ、やっぱり高いですからね。朝ラッシュ時でも座れる可能性は高いですが、絶対に座ることを保証するものではありません。東海道線とかは確か、グリーン車でも座りなかった場合がありますからね。中央線ももしかしたらこういう感じで、なんか三鷹以降は座れないとかそういう現象もあるのかもしれませんが、まあとはいえ、グリーン車が使えてグリーン車だったら絶対に座れる感じの駅だったら、割り返し選択肢としてはあり得るかもしれません。中央線って地味に昼間でもなんか混んでて、ひどいと昼間なのになんかもう満員電車に近い感じで、なかなか乗客泣かせですが、まあこういうことからか、割り返し昼間でも中央快速線の場合はニーズがあるのかもしれません。最近は中央線って、コロナとかによって収益が結構減っちゃったんで、それを賄うという意味でも結構今回活躍しそうですね。実は中央線の E233系ってさっき紹介したグリーン車以外にも増えていくことが想定されています。それは E235系によって置き換えられた E233系ですね。それらの電車が仙石線の205系だったりとか、あとは房総半島の209系、長尾地区や高崎地区の211系を交換する計画ですね。このようにして211系が E233に交換されて、 E233系がもっと中央本線とかを含めて増えていく計画です。ただしこれはあくまでも計画上想定なんで、やっぱり今後 E233系が来ないとかそういった可能性もあります。当チャンネルでもたっぷりなんか成績線に E233系が来ないとかそういう証拠がありませんが、なんかコメントがきます。もちろん今回紹介するこの話っていうのはあくまでも労働使用計画なんで、絶対にこういう風に JR 東日本がするという保証はありません。実際上野東京ラインに昔確か報道とかで E235系を導入するとかそういう噂ありましたが、結局 E231系1000番台が左派車含めて更新したり、なんか小山初期車の電車が最初は左派を更新せずに更新したのに、後で追加で左派も更新するっていう結構中途半端な手順を踏んでたりと、本当に E235系を導入するのかちょっと怪しくなってきましたが、まあ一応こういうたまになんか計画の変更とかで、ね、ご機会を断念するとかそういうケースもありますが、とはいえ逆にこういったことが絶対に起きる保証もありません。特にそういった計画も JR 公式から発表されてません。なので続報を待ちましょうって感じです。ここから話す内容ってあくまでも結構想定の話も多かったりするんで、絶対にこうなるっていう保証はありませんが、ぜひ聞いてくれると嬉しいです。とはいえおそらく長野の211系とか仙石線の215系とかって結構古くなってるんで、 E233系とかを導入し置き換えていくことは想定できますからね。まあ実際今回のこういう動きっていうのも結構高い確率で交換されると思います。上野東京ラインの場合は E231系ですからね。209系とか211系に比べたら全然新しいですから、まだまだちょっと先なんで、まあちょっと後回ししてもいいやって感じですね。まあこういう風に多分導入されていくであろう中央線の E233系ですが、今現在 211系は3両編成と6両編成がいて、まあ6両編成は結構少数派で3両編成が多めですが、基本的には6両編成の運用が多く、まあ一部の区間では3両編成も運行するっていう感じですね。ただ3両編成の場合は多くのケースで E127系とかそこら辺の電車が担当している線区もあったりするんで、そういう運用については E127系の4両編成とかで対応するとか、もしくは E233系を4両編成にして運行する、そういう風にして、まあ、頑張って対応するっていう手段と、あともう一個ありますね。実は中間車を先頭車化改造して
三両固定編成にしてそれで運行する手はもうあります。どちらもあくまで私の想定数で全く違うパターンが来るかもしれませんが、一応この2個のパターンについて紹介していきましょう。まずは1個目、6両固定編成と4両固定編成もしくは E127系 系統でちょっと短い編成の運用は置き換えていくという方法から紹介します。この方針では主に6両固定編成をバンバン導入して 3+3 の編成についても6両固定編成にバンバン置き換えていく方針ですが、この方針でやっぱり一番の大きなメリットっていうのは、まあ運用の安定性でしょうか。やっぱり運用が結構安定します。なぜかっていうと、6両に統一することによって運用の変更とかがしやすくなります。これまでは3両編成が混じってたりして、3両編成運行する電車を6両にするとか、または送客をしようと思うと結構めんどくさかったですが、こういう手間が省けて結構いいですね。他にも6両固定編成の E233 系としては青梅線の王編成がいます。読み方っていうかちょっと心配ですが、まあ一応青梅線とかで活躍する E233 系ですね。あちらが6両固定編成で、グリーン車組み込み改造後についても6両編成で運行するそうです。よく観察すると実は結構違いもあったりしますが、まあざっくりと言えば実は同じような感じです。だからメンテナンス面とかで結構有利ですね。まあこういうことと、あとはコスト面でもやっぱり先頭車化改造しなくても運行できるんで、こういう点が有利で結果的にこっちを採用する可能性も結構高いと思ってます。さっきも紹介したように3両固定編成単独の運用でも、多くの場合は E127系とかそういった単編成の211系の後輩もいます。E127系については2両編成運行できますからね。 E11系3両の運用をこれ2個つなげたら4両編成運行するとか、もしくは E233系を4両固定編成にして作るという、そういう案もありますね。まあ実際 M 車の数についても211系3両と E233系4両では同じ数です。だから電気代についても実はあんまり変わりません。というかむしろ E233 系の方が回生ブレーキとか VVVF とか交流モーターとかで明らかに211系より省エネですからね。4両固定編成にしても消費電力が下がるんで、わりかし211系と比べて4両編成に増車するっていうのも個人的に選択肢としてはあり得ると思ってますね。一応211系が3両単独で走る区間っていうのは4両編成も運行できますからね。おそらく4両編成も十分運行ができると想定できます。 E233 系というのを先頭車化改造する可能性っていうのもあります。先頭車化改造する場合って3+3両にすることもできますからね。既存の数値を使い回すこともできます。特に分割運用とかそういう場面では3+3両の短い編成というのが活躍する可能性があると思いますね。また改造された先頭車の顔を E1-1系みたいな貫通型にすれば、 E11系と同じような感じで連結した場合に車両行ったり来たり通り抜けができます。まあこういうことからかやっぱり地味かもしれませんが、こういう先頭車化改造することによって従来の211系と高い互換性を持てるっていうのは非常にメリットだと思います。ちょうど今現在 E233系を転属予定では明らかに先頭車が不足して中間車が余りまくりますからね。この無駄を解消するという意味でも E233系を先頭車化改造っていうのは結構この場合に役に立つかもしれません。他にも潜水線とかソイル線でも地味に結構使えそうな感じますが、まあ、どういう風にしていくのかまだ分かりませんからね。今後の話に期待しましょう。このような感じでどちらの可能性も正直あります。まあ、もしかしたらガラッとまた別のパターンを用意してくるかもしれませんし、運用体系をそのまま抜本的に変えちゃってなんかもう全く別のものなのかもしれませんが、まあ、将来的にどういう風に変わっていくのか地味に気になるところですね。今後潜水線とかいろんな場所に導入されていきそうな E233系ですが、もしかしたら中央線で E233系がさっき紹介したようにいっぱい増えていったら、東京から長野まで全部 E233系で行きたいとか、まあ、結構カオスな日が来るかもしれません。一応 E233系自体は諏訪湖の花火とかを中心に0番台や8000番台とかが過去に応援で走りましたが、こういう光景っていうのがまた復活するのかもしれません。というかこれからはこれが当たり前になって、たまに別のカラーの E233系が来る、こういう風な風潮になるかもしれませんね。いずれにしてもこれまではなんかネタな感じで走っていた E233系の夏本方面の運用っていうのが、今後はもう当たり前で走るっていう風景になるのかもしれません。もしかしたらこれに合わせて E233系が甲府あたりまで直通して、東京から甲府の直通列車っていうのもこの機会に運行したら面白いかもしれませんね。まあ、とはいえそれを運行しようと思ったら多分8両編成とか4両編成で運行しますから、結構運用面での工夫は大変そうですね。まあ、とはいえそういう運用があったら、それはそれでまた面白い中央線が見れるかもしれません。もしかしたらこう中央線の中央本線高尾以降の E233系本格導入をした場合には、またなんか中央線の東京方面の運用っていうのもそれに合わせて変更されたらまた面白そうですね。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は E233系中央線導入の話をしました。グリーン車の導入とか、あとは松本地区長尾地区にも導入されていって、どこからどこまで全部 E233系で埋め尽くされちゃって、なんかもう E233系天国になりそうだなって思いました。グリーン車の導入によって中央線の東京方面は変更しそうですし、またグリーン車以外にも E233系が211系を交換したら、なんか中央線の E233系が溢れ返って
下手したらなんか東京から高尾までオレンジ色の12両編成の中央線、高尾から先長野までなんかずっと青い中央線6両編成の E233 系って感じで、ずっと E233 系だけでいろんなところに行きそうです。なんでしょうか、もうここまで来ると JR 東海の313系を連想しちゃいますね。結構それぐらい面白いことになりそうです。ちなみに先生棋戦にはおそらく E233 系が来るでしょう。過去の動画でも紹介したので興味があったら見てくれると嬉しいです。皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクレミーというタグを入れて書いてくれると嬉しいです。 E233 系に関する新しい資料とかを持っている方はぜひ私に教えてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと別のことを知りたい方、ぜひチャンネル登録してまた一緒に知っていきましょう。こういう感じで鉄に関する未来の話もいっぱいできますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれを見ましょう。バイバーイ。